ケント州立大学銃撃事件とは、1970年5月4日に、オハイオ州にある、ケント州立大学で起きた銃撃事件で、米軍による中立国間ジアへの爆撃に反対する大規模な抗議活動中に、オハイオ州兵が非武装の大学生を銃撃したもので、ある。28人の州兵が13秒間にわたって、約67発を発砲し、 学生4人が殺害され重軽傷者は9人だった。撃たれた学生のうち数名は同年4月30日にリチャード・ニクソン大統領がテレビ演説で発表したカンボジア作戦に抗議していた。撃たれた残りの学生たちは近くを歩いていたり、遠くから抗議デモを眺めていた。この銃撃には米国民の大きな反響が起こった。 400万人規模の学生ストライキとなったため、米国全土にある数百もの大学や高校が閉鎖され、さらにこの事件はすでに社会的論争となっていた、ベトナム戦争における、米国の役割に関する世論にも影響を及ぼした。1968年、リチャード・ニクソンは、ベトナム戦争を終結させると約束して、アメリカ合衆国の大統領に選出された。 1969年11月、ベトナムの村で多数の民間人が米軍によって虐殺されるソンミ村虐殺事件が暴露報道され、米国内でこの戦争に反対する世論が高まった。徴兵の使用も1969年12月に変更され、第二次世界大戦以降で初となる徴兵のくじ引きが実施された。このため以前の抽選方式で認められていた、 長兵猶予が廃止され、多くの大学生と教授陣が影響を受けることとなった。同戦争は1969年に収束しているように思われたため、新たなカンボジア侵略は、紛争を悪化させるだけだと考えていた人たちを怒らせた。タイムが全国規模の学生ストライキと呼んだ抗議行動が、アメリカ全土の大学キャンパスで沸き起こり、1970年5月上旬に、 起こる事件の舞台が整ったのである。1966年の帰郷パレードにて、抗議者たちは、軍用装備のガスマスクを身につけて歩いた。1968年の秋、民主社会学生同盟と大学の黒人学生団体が、学園敷地内で警察の採用担当者に抗議する、座り込みを実施した。抗議者への恩赦要請に成功して、 黒人学生250人が敷地から立ち去った。1969年4月1日、SDS のメンバーが警察と衝突した場所の案件リストを持って管理棟に入ろうとした。その対応として大学は SDS 県都州支部の活動許可を取り消した。4月16日の抗議者2人に関する懲戒審理は SDS 支持派と反対派との間で衝突をもたらす。 結果となった。通報を受けたオハイオ州の高速警察隊が駆けつけ、58人が逮捕された。この事件の天末として、SDS 幹部4人が懲役6ヶ月となった。1970年4月10日、青年国際党の指導者、ジェリー・ルービンが学園敷地内で講演した。現地報道によると、彼は一 P 計画の第一段階は、 自分の両親を殺すことです。親たちが一番の抑圧者になっていると発言した。その2週間後、SDS メンバーで元学生だったビル・アンスレルは、俺が犬にナパーム弾を撃ってやるぞ、というイベントへのチラシを配布した。このイベントはナパーム弾反対の学生討論会だと判明した、米軍部隊によるカンボジア侵攻が開始された、とニクソン大統領が発表した。 ケント州立大学では学生約500人のデモ集会が学園敷地の集会場で行われた。午後の授業出席のため群衆がいなくなったので5月4日に改めて抗議集会を継続する計画が立てられた。怒りは収まらず、歴史専攻の学生はニクソンが憲法をないがしろにした象徴としてアメリカ合衆国憲法のコピーを埋めた。どうして今も、 予備役商工訓練部隊のビルがあるんだ。と問いかける署名書きにくくられた。街では深夜に騒乱が頻発し、人々がパトカーにビール瓶を投げたり繁華街のショーウィンドウを割ったりした。その過程で彼らは銀行の窓まで壊し、警報が作動した。このニュースはすぐに広まり、被害を避けるためいくつかの飲食店が早じまいした。やがてもっと多くの人々が、 破壊行為に加わった。警察が到着する頃には120人の群衆が集まっており、中には通りで火をつけてしまう者も,もいた。学生だけでなく暴走族や野獣馬もいるようだった。県都市警察は総員が任務召集され、市長は非常事態を宣言して、オハイオ州知事に応援を求めた。最終的に警察は催涙ガスを使用して、 群衆を繁華街から追いやり、彼らを数ブロック奥の学園構内に戻らせることに成功した。昨晩のことで過激な革命派がケントにいてこの都市と大学を破壊しているとの噂が広まった。ケント市警察署長は ROTC ビル、地元の母兵局、郵便局が昨晩の破壊の標的にされていたと市長に伝えた。 武器を隠し持った学生たちが商店街を爆破させるための計画を練っているという未確認の噂もあった。市長は、オハイオ州兵の代表と会談し、知事に報告して、陸軍州兵を県都に派遣することを決定した。要請を受けて州兵が到着した午後10時には、学園校内で大規模なデモが起こっており、同式地内にある ROTC ビルが燃えていた。放火班は、 逮捕できなかったが、この火災による負傷者もいなかった。学園騒動に関する大統領諮問委員会の報告書によると、次の通り。FBI の調査による ROTC ビル火災の情報では、積極的参加者の大部分が、ケント州の学生ではないことが示された。この火災が、事前に計画済みだったことを示す証拠もある。鉄道発煙筒、マちて アイスピックは平和的な集会では通常用いられない。消火しようとする際に岩などで叩かれたと報告する消防官や警察官も幾人かいた。抗議参加者が消防ホースを運び出して切り刻んでしまうため消防隊をいくつも招集しなければならなかった。周辺は催涙ガスを使用し、主に夜間外出禁止令違反で大勢を逮捕した。少なくとも 学生一人が銃剣で軽傷を負った。消防署での記者会見では、知事が激光して机を叩き、学生のデモ参加者を非アメリカ人で、オハイオ州の高等教育を破壊している、革命派だと言及した。我々が特にここ、県都市で目撃したものは、おそらく反体制派集団により実行された学園を、標的とする、最も悪質な暴動である。彼らは放火計画や、 破壊計画を立て、警察や周兵に岩を投げつけている。ここは、我々オハイオ州の法執行機関が一丸となって、彼らを追い出す時である。中力彼らは、褐色者伝いや共産主義よりも悪質であり、アメリカで我々が要する最悪の人種である。今こそ私はこう言いたい。彼らには学園を引き継ぐつもりなどない。我々は米国で、これまで決断された中でも、 最強で非常に訓練された過激な革命派集団に立ち向かっていると私は考えている。知事はまたさらなるデモの禁止など州の非常事態を宣言する裁判所命令を取得するとも主張したが実際にはその取得に決して踏み切らなかった。怯える市民からの圧力を受け市長は夜間外出禁止令を出した。午後8時頃別の集会が 学園校内で行われた。周平が催涙ガスを使って群衆を追い払うも学生たちは再び結集して市長や学長との会談を望んで座り込みを行った。午後11時、周平は夜間外出禁指令の発行を告げて学生たちを寮へと帰らせ数人の学生が周平から重権を振るわれた。勝利の金3日前に計画された講義が正午に 行われる予定となっていた。大学関係者は、集会を禁止するべく、イベントが中止になったと書かれたビラ12000枚を、まいたが、学園校内の集会場には、推定2000人が結集した。抗議行動は、学園校内にある、勝利の鐘を鳴らして、その開始を告げ、最初の抗議者が話し始めた。学園敷地内にいたオハイオ州兵が、学生たちを解散させようとした。 その後法制は、後の裁判で審議され、控訴審にて、当局側が実際に群衆を追い払う権利を有するとの裁定が下された。追い払いの行動は午前中遅くに始まり、学園校内の警備員が、周辺のジープに乗車して、学生たちに近づくと解散しなければ逮捕すると、読み上げた。デモ参加者たちは岩を投げたり校内警備員を叩く、ことで、 ジープを退却させる対応を取った。正午の直前に周兵が戻ってきて、再び群衆に解散を命じたが、群衆の大半が拒否したことで、催涙ガスを使用した。風のため催涙ガスには、群衆を追い払う効果がほとんどなく、何人かが、周兵の列に岩を投げたり防御を吐いた。学生たちは、催涙ガスの玉頭を、ガスマスク着用の周兵に放り投げて返した。 周辺の進軍ルートと銃撃場所の地図、オハイオ州兵たちが銃撃した場所からの写真群集に解散するつもりがないことが明確になったので、M1 ガーランドライフルに銃剣を装着した州兵部隊77人が数百人のデモ抗議者に対して前進を始めた。州兵らが前進すると、デモ抗議者たちは集会場から撤退してその多くが行動周辺に集まった。 一部の学生は止まって岩や催涙ガスの玉塔を投げる抵抗を続けていた。円を描くように進軍する周兵は集会場へ戻るべく丘の上まで引き返していった。行動でこれを見ていた一部の学生が集会場に引き返す兵士たちに向かってゆっくりと移動し始めた。引き返して丘を登っている際に数人の周兵が振り返っては 行動周辺にいる生徒たちの動向を見張っていた。目撃者によると午後12時24分にマイロンプライアーという軍曹が振り返って45、後継のピストルで学生の群衆に発砲し始めた。学生たちから最も近いところにいた周兵たちの多くも振り返って彼らに向けてライフルを発射した。全体で周兵77人のうち少なくとも29人が 武器を発砲したと述べており、推定67発の弾薬が使用された。銃撃は13秒続いたと判定されたが、この射撃が1分近く続いたと、新聞社に告げる者もいた。銃撃が起こった理由については、広い議論が続いている。1970年5月4日に、周辺の30後継銃が発砲されたことで、彫刻についた弾丸と、 へこみをはよう周兵の副司令官は狙撃手がいて、周兵に発砲したと記者団に語ったが、これが物議をかす主張となった。事件後に、周兵たちの多くが命の危険を感じたと証言したが、彼らと死傷した生徒たちの間に距離があることから、若干疑問視された。タイム氏は後に、ケント州では誤って、引き金が引かれたわけではないと結論付けた。 学園騒動に関する大統領諮問委員会は、なぜ銃撃が起こったのかという問題の調査については、避けた。代わりに、でも抗議者と周辺の双方を厳しく批判しつつも、学生の群衆に向けた、無差別なライフル発射で死者を出すというのは、あってはならないことで、正当性がなく、言語道断であると結論付けた。この銃撃で学生4人が、死亡、9人が負傷した。殺された。 学生4人のうち2人、アリソン・クラウスとジェフリー・ミラーは、講義に参加していた。残る2人、サンドラ・シャウアーとウィリアム・ノックス・シュローダーは、ある教室から次の教室に向かって歩いていた。シュローダーは、学園校内の予備役隊員でもあった。死亡者のうち周辺から最も近かった距離が、ミラーの81メートルで、平均では、周辺から105メートル離れていた。銃撃直後、 怒った学生の多くが周辺に全面攻撃を仕掛ける準備を整えた。大学講師陣の多くは学生たちに集会場を立ち去って暴動拡大を起こさないよう嘆願した。説得から20分後、救急隊員が負傷者の看病をする頃に学生たちは集会所を立ち去り、周辺たちもそこから去った。説得を試みたフランク教授は間違いなく、 何百人もの人命を救ったと、後に、彼の息子が語っている。死者4名負傷者9名撃たれた学生は、全員が大学でしなかった構成だったとされている。当初の新聞報道では、多くの周兵が死亡、または重傷を負ったと不正確に書かれていたが、実際には、ローレンス・シャファー軍曹という周兵一人だけで、彼は銃撃の10から15分ほど前に、 医療処置を要するほどの負傷を負った。この事件の犠牲者の写真は、世界中の新聞、雑誌に掲載され、米国のカンボジア侵攻を及び、ベトナム戦争全般への反感を増幅した。中でも、射殺されたジェフリー・ミラーの遺体の奥で泣き叫ぶ14歳のメアリー・アン・ベッキーのを収めたジョン・ハイロの写真は、ピューリッツァ賞を受賞し、この事件を、 最も象徴する写真になるとともに、ベトナム戦争反対運動を象徴する写真の一つとなった。この銃撃事件は、米国中の大学校内における抗議や学生ストライキにつながり、全米で450兆の学園校内が暴力、非暴力のデモ行為で閉鎖された。5月8日、ニューメキシコ大学における似たような対立事案では、 ニューメキシコ州兵により11人が重権で負傷した。他にも5月8日に少なからず、ケント州での事件に反応して開催されたニューヨーク連邦公会堂での反戦抗議は、建設労働者による親肉村派集会と衝突してヘルメット暴動に発展する結果となった。銃撃事件直後に実施されたアーバン研究所の調査では、ケント州の銃撃事件が 米国史上初となる全国的な学生ストライキになったと結論づけた。ケント州立大学の校内は6週間にわたって閉鎖された。銃撃事件から5日後、ワシントン DC で反戦及び非武装の学生デモ参加者殺害に反対して10万人がデモを実施した。ニクソンのスピーチ原稿作家レイ・プライスは当時のワシントンでのデモを改装して街が武装キャンプになっていた。 ボートが窓を壊し、タイヤを切り、路上駐車の車を交差点に引きずり、古戦橋から下の道にベッドを投げ込んだりもした。これが学生の抗議とは思えなかった。学生の抗議ではなく内戦状態だったと述べている。ニクソン大統領は安全確保のため2日間、キャンプデイビッドに身を寄せ、大統領を守るために第82空挺師団が、 大統領府の建物地下に召集されたと当時の大統領補佐官チャールズ・コルソンは語っている。同銃撃事件へのニクソン政権の公的な対応は反戦運動をする多くの人々に冷淡だと捉えられていた。あとに国家安全保障担当補佐官のヘンリー・キッシンジャーは大統領が無関心を装っていたと述べた。スタンリー・カーノーは著書ベトナムある歴史にて 政権は当初この事件に無神経な対応をしていた。ニクソン政権の報道官、ロンジー・グラーは、異議が暴力に変わると悲劇を招いてしまうことを早期させると、してこの死に言及したと述べている。銃撃事件の3日前、ニクソンは、米国の大学校内にいる抗議者たちを、6でなしだと語り、これに対して、アリソン・クラウスの父は、私の子供は、6でなしではないと、 国営テレビで主張した。カーノーはさらに、1970年5月9日、未明に大統領が約30人の学生反対派に会い、そこで、ニクソンが、的外れで、恩気せがましい独白で彼らに対応し、彼はそれで、自らの慈悲を世間に知らしめようとする稚拙な試みをしていたと書き記している。ニクソン側に付き従っていた、 大統領自席補佐官エジル・クローは違った視点から救済を差し伸べることは非常に重要で多大な取り組みだったと私は考えていると述べている。いずれにしてもどちら側も相手を納得させることはできず、学生との会談後にニクソンは反戦運動をする人たちは海外の共産主義者の手先だと表明した。学生の抗議活動の後、ニクソンは H.R. ハルデマンに ヒューストン計画の検討を依頼、これは反戦運動の指導者に関する情報収集に違法手順を使用するものだった。ジョン・エドガー・フーバーだけが抵抗して計画を止めたという。銃撃事件直後に実施されたギャラップ調査では、回答者の58%が覚醒を非難し、11%が周兵を非難し、31%は意見を表明しなかったと報道された。 しかし、これらが合法的に正当化できるアメリカ市民への銃撃なのか否か、抗議行動やそれらを禁止する決定が合憲であったか否かには幅広い議論がなされた。犠牲者の数を考慮して一部の米国メディアは1770年のボストン虐殺事件になぞらえてこの事件に虐殺という用語を当てた。ケント州立大アタ大学の学生はしばしば犠牲人にうんじられた。 家族から感動される学生も何人かいた。事件から10日後の5月14日、ジャクソンにあるジャクソン州立大学では似たような状況下で、警察によって学生二人が死亡したが、この事件では、ケント州立大銃撃事件ほど国民的注目を浴びなかった。1970年6月13日、ケント州立大とジャクソン州立大で、 でも抗議中の学生が殺されたという結末を受けて、ニクソン大統領は学園騒動に関する大統領諮問委員会を設立し、全米の大学で勃発している反対性、混乱、暴動を調査するよう命じた。同委員会は1970年9月の報告書で、県都州立大におけるオハイオ州兵の銃撃は正当性がないと結論付けた調査結果を発表した。 その報告書には次のように書かれている。たとえ周兵が危険に直面していたとしても殺傷武器を要するほどの危険ではなかった。周辺28人による61発の銃撃は絶対に正当化できない。どうやら射撃命令は下されておらず、射撃統制の規律が不十分だったようである。当然のことだが学生デモ隊に立ち向かうのに、 装填済みライフルを周辺に携行させるのはこれで、最後として、ケント州での悲劇は、記録に留めておかねばならない。1970年9月、写真から特定された、学生24人と、教員1人が、5月4日のデモや、ROTC ビル火災に関わったとの容疑で、起訴された。この起訴に反証できる、法的資料を提供するため、ケント法律弁護基金が組織された。 ROTC ビル火災に関連して、前後件の訴訟が裁判にかけられた。ある訴訟では被学生の被告人1名が有罪判決を受け、他にも被学生2名が有罪を認めた。他の被告人1名は無罪となり、最後の告訴は棄却された。1971年12月、残りの20人に対する告訴はいずれも証拠不十分として棄却された。 周平8人が大売信により起訴された。周平は自衛で発砲したと主張しており、これは刑事司法制度によって一般に受け入れられた主張である。1974年、米国地方裁判所は、検察当局の起訴内容が裁判理由としては弱すぎるとの理由から、8人全員に対する公民権訴訟を棄却した。周平、オハイオ州。 県と州立大の学長に対する民事訴訟も行われ、11週間の審議を経て、すべての請求について、被告3者全員に全会一致の裁定が下された。これらの判決は、連邦裁判所判事が反対の陪審員に対する、法定外の脅迫を誤って処理したという理由で、高層裁判所で棄却された。差し戻しの再審で、この民事訴訟は、オハイオ州から、 原告全員に総額67万5千ドルの支払いを代償に和解が成立した。被告が公表した合意内容では起こってしまったことを後悔していると彼らは述べた。その後数年にわたり反戦運動の多くがこの銃撃事件を殺人だと言及したが、周平に対する刑事上の有罪判決は得られなかった。県と修立大の事件は周平に群衆統制の 方法を再検討させた。当時、周兵がデモ隊を追い払うのに必要とされた装備は、薬莢を込めた M1 ガーランドライフル、ポンプ式、ショットガン、銃剣、CES ガス催涙弾だけだった。その後数年で、アメリカ陸軍は、デモ隊を追い払うため殺傷までには至らない手段の、開発に着手し、デモ隊の間で死傷者が出ないようにするべく、群衆統制と、 暴動鎮静の戦術を変更した。県都州立大の事件によって運用変更された群衆統制の多くは1992年のロサンゼルス暴動や2005年のハリケーンカトリーナの余波における市民混乱など似たような状況に直面した際に米国の警察や軍隊によって現在使用されている。この事件の副産物の一つに1970年5月4日の 事件の生きた記念碑として、県都州立大学に1971年に設立された平和的変革センターがある。現在では紛争適用管理センターとして知られ、米国で最初期の学園紛争解決プログラムの一つを開発した。暴動抑止に特化した暴動調査抑止研究所は1998年に設立された。 FBI の報告書によると、科目通り修正のテディ・ノーマンは、学園校内の警察と FBI 支部の双方に密告しているとして、学生でも抗議者たちからすでに目をつけられていた。ノーマンは5月4日の抗議行動に参加して、学生側の指導者を特定するべく、写真を撮影しており、一方で、ご心中を携行して、ガスマスクを着用していた。 1970年 FBI 長官のジョン・エドガー・フーバーは当時の下院議員からの質問に答えたノーマンが FBI のために働いていたことを否定しその声明にノーマンが異議を唱えた1973年8月13日ノーマンが最初の発砲をしたかもしれないと示唆するメモをインディアナ州の上院議員が当時のオハイオ州知事に送付したが それは抗議者たちがいる付近からの銃声に焚き付けられて、周辺が学生に発砲を始めたという、ある周辺から受け取った証言に基づくものだった。銃撃が起こって以降、米国では長年にわたり1970年5月4日の事件に関する議論が続いている。負傷者9人のうち2人がすでにこの世を去っている。2007年、負傷した学生の1人、アラン・カンフォラが、 イエール大学の蔵書ライブラリーに銃撃音声テープの複製を持ち込んだ。オリジナルとなる30分間の録音テープは学園校内を見下ろす寮の窓にマイクを置いたケント州立大通信課の学生テリー・ストラブによって作成されたものだった。当時、カンフォラはこのテープの音声増幅版、ここにいる、構え、狙え、撃て、が銃撃の順序を明らかにしていると主張した。 あの事件で自分が発砲したことを認め、1974年の刑事訴訟で起訴されるも訴状が棄却された周辺のローレンス・シェファーは、2007年5月にレコードクーリエ氏の地方版で自分には発砲命令など全く聞こえなかった。自分が言えることは、それが全てですと語った。このテープが命令を明らかにしているとの主張について、シェファーはなかったんだろうとしか言えないが、 あらゆる喧騒と騒音があって、あの日に誰がどんなことを聞き取れたのか自分はわからないと続けて語った。またシェファーは狙いが適切な発砲命令の一部だったことはないはずだとも述べた。ストラブテープはクリーブランドプレーンディーラー氏から国家的に尊敬される法医学オーディオの専門家と評される2名によって2010年に分析され、 周兵は発砲命令を与えられたと結論付けた。これは、銃撃に至るまでの出来事を補足している、唯一の知られている記録である。プレーンディラー記事によると、増幅させた記録では、男性の声で、ガード、と叫び、数秒が経過。その後、よし発砲準備、伏せろ、と誰かが緊急に叫ぶ。最後に、ガード、 に続く2秒後に銃声が響き渡った。発話部分全体は17秒にわたる。音声テープをさらに分析した結果、周平が発砲する約70秒前に4回のピストル銃声みたいな音と衝突が起こっていたことが明らかとなった。この新たな分析は、テリー・ノーマンの役割に関する疑問を提起した。アラン・カンフォラは結論に達するのは時期尚早だと語った。 2012年4月、米国司法省は訴訟の再開に克服しがたい法的かつ証拠上の障壁があると判断した。また同年、FBI はピストル銃声と説明されているものがドアの開閉だった可能性があることや音声聞き取りも判別不能だとしてストラブテープが決定的ではないと結論付けた。それでも生存者と現在のケント州立大学生による 団体はこのテープが銃撃の軍事命令を周辺に与えられたことを証明していると信じ続けており、第三者機関の分析を使って訴訟を再開する要米政府の役人に請願している。この団体は周辺たちも犠牲者だという考えであり、個々の周辺を告発起訴することは望んでいない。そうした団体の一つ、ケント州の真相心理は2010年に、 アリソン・クラウスの遺族らによって創設され、この銃撃事件に関する米国政府の説明責任を求めている。2014年、同団体は米国に批准された市民的及び政治的権利に関する国際規約の元国連人権委員会による第三者機関の評価を要請したと発表した。事件の数ヶ月前に、ケント州立大学で制作されたロバート・スミッソンの ランドアート作品、ポシェリーベリードウッドシェードには、事件を間もなく一部の人たちにより、事件と関連づけたような再解釈の文章が追加された。1971年から1975年まで、毎年5月4日、県都州立大学総務課は銃撃の公式追悼行事を主催した。百七十六年にそうした追悼を行わないという大学側の発表を受けて、 学生や同志たちからなる5月4日、実行部隊が設立され、1976年以降は、この団体が学園校内で追悼式を開催している。式では一般に、学園校内周辺でのサイレントマーチ、キャンドルビジル、被害者たちを追悼する、多少、目撃者や遺族たちの訴えなどが行われる。事件から7年後に、大学側が銃撃現場の一部に、 体育館の別館を建てようとしたため、5月4日、実行部隊など数十人の抗議者がこれを阻止するべく、1977年5月12日に、テント村を、県都修立大校内に作って60日以上、生活した。193人が、強制退去及び逮捕された後、7月12日に、法執行機関がようやくテント村を終焉させた。この事件は、 全米で報道され、同案件は、米国最高裁判所に持ち込まれた。1978年、米国の芸術家、ジョージ・シーガルは、クリーブランドのミルドレッド・ドリュース基金から銃撃を追悼する、ブロンズ彫刻の作成を依頼されたが、彫刻の主題、遺作の犯罪が大きな物議になると考えた、大学管理側によって、完成前に拒否された。 完成したシーガルのブロンズ彫刻、アブラハムと遺作、1970年5月4日、ケント州の記憶は、代わりに、プリンストン大学が1979年に受け入れ、現在は、同大学の礼拝堂と図書館の間にある。銃撃から20年後の1990年、学生講義が行われた、集会場を見下ろす大学敷地内にこの事件の追悼慰霊碑が混流された。 モーニュメントの建設は物議を醸し、最終的には設計の7%だけが建設された。この慰霊碑には銃撃での死亡者や負傷者の名前は刻まれていないが、圧力を受けて大学は彼らの名前の入った名板を慰霊碑近辺に設置することに同意した。1999年、事件の銃撃で死亡した学生4人の遺族の要請で、大学は 公道の間にある駐車場に各学生個別の慰霊碑を建てた。四つの慰霊碑はそれぞれその学生が致命傷を負った正確な場所に置かれている。花崗岩の枠内にある石碑は高さ約60センチメートルの街灯で囲まれ、枠の一角に各生徒の名前が刻まれた大理石の板が置かれている。2004年、ジェフリー・ミラーが通っていたニューヨーク州の高校に、 簡素な石の記念碑が混流された。2007年、オハイオ歴史協会の名盤が、ケント州立大学の学長より検定され、1990年の慰霊碑と共に、行動駐車場に置かれた。銃撃事件負傷者の一人で2007年に、心臓発作で亡くなったジェームズ・ラッセルの追悼式も、同年に実施された。2008年、ケント州立大学は、事件の来訪者センターを、 行動の部屋に作る計画を発表し、2013年5月の式典日に正式に開設された。2010年2月23日、約7ヘクタールに及ぶ一帯が、ケント州の銃撃現場として、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に記載された。その場所は通常、それらが重要とされる。 最低50年間は登録簿に追加することができず、例外的な重要性案件の未即座に追加、可能である。この登録は2010年3月5日の国立公園局リストに掲載された。同現場の清さんは、行動、勝利の鐘、丘にあるあずまや、銃痕がついた、彫像、行動前の駐車場、などである。国立公園局は、この場所について、 米国史上最大の学生ストライキを引き起こし、ベトナム戦争に関する世論に影響を与え、射撃後の裁判で確立された判例を作り上げる、などの広範な影響を及ぼしており、また政府が理不尽かつ殺傷的な兵力をもって抗議中の市民と衝突した結果として事件が起こった、象徴的な場所である点を鑑みるに、米国内で重要なものだと考えられると説明している。 2016年、銃撃地点がアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。同年9月、ケント州立大学の図書館は、国立公文書館の歴史記録委員会からの助成金を受けて、銃撃前後に起こった行為や反応に関する資料をデジタル化する計画に着手した。劇小説ケント州での死に反応した最も有名な大衆文化の一つが、クロスビー。 スティルス、ナッシュヤングのニール・ヤングによって書かれた講義歌、オハイオである。すでにヒット曲を飛ばしていた彼らはこの曲を急遽録音し、事件から3週も経たずに、オハイオが全米で流されることとなった。同グループは1997年5月4日に、初めてケント州立大学を訪れ、第27回追悼式典でこの楽曲を演奏した。 他にも知名度はやや劣るが、以下の楽曲がある。ありがとうございます。